は知ってるだろう、加藤君。気づいてなかったのかい、加藤君。この部屋にはカーテンがないんだな。ありふれた事件じゃなさそうだね。そうか、しまった、加藤君が危ない。何、つまらないことさ。ちょっとそこの島に行ってみようか。いや、どうも。蕨市に行ってらしたんですね。僕は頭脳なんだよ、加藤君。ちょっと待ってください。それが犯人のものだということは証明できるんですか、山口警部。もとより犯人は明らかだよ。